ガリシア州内の一ムーラスは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体、コマルカダテーラチャに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は754人。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は99.90%。ムーラスは、ルーゴ県の北西部に位置し、コマルカダテーラチャに属する。北は、オール南は、 ビラルバとシェルマーデと東はオバラ道路とアバディンと西はアスポンティスデガルシーア・ロドリゲスの各自治体と境会をなす。自治体中心地区はムーラス教区のムーラス地区。面積は1 6 4平方メートルで8つの教区に分けられる。フェロル、アコルーニャ、ルーゴなどへは1時間以内の距離にある。ムーラスはビラルバ司法管轄区に属す。 住民は8の教区の189の地区に居住する。自治体内には、戦死時代の居住跡が散見される。ムーラスについての最も古い記録は12世紀のもので、レモス伯爵の所有のムーラス城について言及されている。自治体としてのムーラスの建設は1835年で、1965年以前は、 ビベーロ司法管轄区の管轄下にあり、1988年までは、モンドニエード司法管轄区に属していた。現在は、ビラルバ司法管轄区に属している。自治体市長は、ガリシア国民党のイスサムワルナグムアスサム。自治体表議員は、ガリシア国民党。4、ガリシア社会党。2、ガリシア民族主義ブロック。1となっている。ムーラスは8の教区に分けられる。 ふとじは、自治体中心地区のある教区、ありがとうございます。